皆さんおはようございます。ガイトです。翔太です。今回は第84回日本オープンゴルフ選手権に来ました。ここは名門ゴルフコース福岡県の古賀ゴルフクラブでございます。今回も特別に許可をいただきまして日本オープンの練習ラウンドを取材させてもらえることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回の特別ゲストはこの方、ショータイムゴルフのショートさんです。ショータイムゴルフやってます。ショートさんは2018年去年の大会ですね、横浜カントリーで行われた試合に日本オープンにアマチュアとして厳しい予選を通過して本戦まで参加した、はい、ツアーものですね。実はツアーものです。僕ら2人でやっていくのでお楽しみに。お楽しみに。ウィンウィン。樋口さんでもうシニアの試合も出てるっすよね。出てる。すごいっすよね。あと4年、今年入れて5年シードあるっすもんね。そうっすよね。去年勝ったからね。そう考えたらすごいっすよ。練習場勉強になるよね。うん。後ろの前で打ってるの比嘉さんでしょ。うん。KBC が下がった。うん。あの人だってね、159センチだっけ。うん。そのぐらいしかないんですよ、ね。そう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 。すごいっすよね。俺よりちっちゃいもんね。だから男子も別に身長じゃないことを証明したようなもんですよね。うん。藤田さんも来てね。世界もランク1位の金谷拓実くんですよ。これね。で、彼が、あの坂道をボール持って担いでる彼が、僕が三重県時代に一番お世話になった先輩です。世界一が片手で、片手の世界一上手い人で話した。そうなの。世界もランク1位ってやばくないですか。やばい。あれは宮本さんじゃないですか。すごいね。やっぱもうみんなにこの人マジで曲がんない。この人稲森ゆうきさん並みに曲がらなくてすごい。名前は福岡大河って言うんですけど、予選会からあ、亀代純也さんだ。かっこいい。日本アマチャンピオンですよ。3年前かな、4年前かな。かっこいいもんな。あの下半身ですよ。いや、なんかさっきからさっきから違う人がいて、周りの選手があの奥のネットのこれでこの茶色いところがネットの下ぐらい、飛ぶ人でネットの下ぐらいなのに、この人ネット中段上段にバチバチは出てくる。金谷くんも行ってるわ。え、マジですか。うん、今行った、中段追える球。この球が追えない。ちょちょ、もうすぐで超えそうだった今。マジ。普通に満飛びっすね。これ行ったんじゃない。俺超えたっしょ。これ今当たり超良かったと思う。あー、あー、球落ちたね、折れたね。金谷くん前よりめっちゃ振りようになってる。マジ。うん。どういう知り合い。僕同級生なんですよ。ああ、待って、ディフェンディングチャンピオン。本当だ。彼が100回大会で優勝した時の日本アマで、うん、決勝戦で僕は彼の相手の中島啓太のキャディーしとったんです。へえ。その時からなんかあったらおおみたいな感じの仲になり、あったら普通に話すような仲っすね。個人的にめちゃくちゃ好きなスイングです。この腰とためすごくいい。ツアーで一番イケメンなんじゃないかな、俺的に一番推しの人。優しいし、かっこいいし、めっちゃスライスだね。スタイルいいし、
別格じゃあこれやばいっすね。マジで飛ぶ。これから和田光明さんとチャンキュンプロのラウンドをついていきたいと思います。思います思いますか。思います。めっちゃ楽しみですよね。はい、またちょっと別のプレースタイルをするというか、うん、ベテランとあとは一番飛ぶ人とちょっと楽しみに、うん、楽しみだね。はい、行ってきます。ではまた。